こちらです。じゃあ、いやあるある、いやなしなしでいいやろ。でもどうせやったら、せっかくやけんこっちで撮ろうよ。ほら見てみろ、いい景色だ、汚ねえ街だ、まあ、歌舞伎町やな。ってことでね、なんかこの前なんかドンファンが行きがってましたよね。土下座しろだのなんだの言ってましたんで、うん、やっぱりそのやっぱホスチルの洗礼をねやっぱ見せないと、と思ってちょっとね悩みました。なんだけどまあいつの家の鍵金にしようか。あ、黒崎の、はい、あ、じゃあ港のしようかついでにやりましょう、はい、これね金にしたら家入れるんかな。いや入る入る、大丈夫。センサー付きの鍵じゃないっけ。まあ確かに確かに。でこれ港のもん、これ大丈夫。あ、港のあれだね。港はだから最初に黒崎をおびき出して、うん、港見てみてって言ったら港のもなってるって、ね、そう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 。なるほど。ドッキリドッキリやね。そうですね。ということで、じゃあもう時間もないのでね。そうやね。パパパッとやっていきますね。はい。あ、靴汚れるからね。うん。靴大事やから。難しいんだよ。うん。はい。ああいいね。大丈夫なんですか、一応ビトン。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。うん。シンナーで取れるから。汚ねこのいいケース。あー、だけど それも綺麗に仕上げるっていう。そうです。うん。あーいいね、あーいいね、ネットの忘れてた。ネットは適当でいいよ。適当でいい。うん、もうパパって。そうね。うん。あーすか。うん。あーいいねいいね。おーすごい。おーいいねいいね。入れる家に一緒に。入る入る入る。うん。ねえねえ、ちょっこいい。うん。みんなとってね。うん。めっちゃビビアン好きなんよ。うん。めっちゃビビアンだ。あーこれビビアンできて金ピカやん。あーいやいいやん。だけどその土星が金星に変わるっていう、うん、ビトンより多分値段上がるんじゃない。ああ、それもうデザインも消しちゃおう。ビビアン。よし、できたんじゃない。でこれを、うん、どっか裏かなんかに。うん、非常階段から。絶対絶対倒れるやろ。スプレーそのまま行きます。はい。こういう感じじゃない？うん。ということで営業後にね、いい感じにやってみて、はい、皆さんお楽しみで。営業今からなんで。営業終わり、すいません、はい、仕事中に、はい、はい、あれです。はい、ということで皆さん、ちょっと待ってね、これバレるかもしれないから一応バレたとしても一応どんな感じか、これはあえて外してない。意外ちょっと食ったとて来てみよう。あ、意外と見ないやん、うん、で、ここにいつもドンファンこれかけてるんですよ。でないやんってなるやん。一応こうしたら一応まあこんな感じで全部金に綺麗ね、綺麗だったんで、これをここね、どういう風にでもカバンとかする来るやろ。で、先黒崎バーって知ったらそのリアクション見て今回今呼びたいやってもみんな来るよ、一緒に。めちゃくちゃ真剣な人気にしてるのかな。そうそう、真剣だよね、みんな。どうか普通に呼んで、あけ、お疲れみたいな感じで。でも、あけ、一緒帰ろうって言うかな。俺、連れてくるわ。で、俺、カメラ入ってくるわ。あ、トイレ入ってくる。そうそう、オッケーオッケー。どうもー、あかーん、海賊無双やってるお前。ワンピース大好き。あ、ワンだけ。ワンだけ。あ、ワンピースよ。俺そっち。俺のそっち。お前のそっち。ちょっと、ペラント。いいね、いいね。トレンドらしいですね、金って。いや、トレンドやけど、俺白やったんや。上手。じゃあちょっとみんなで出てくるわ。めちゃくちゃ上手。
家の鍵もあるし上手。じゃあどこにどこに。もう戻るから知れないって。いや、これはあるよ、あるよ。すげえじゃん。ひどない？禁止口やめよう言うたやん。おーおー、やろ、ほんとに、お前ら。何？何やろ。なんかさ、いやいやいや、うえーっ、そうそうそう、あったやん。気づかなかったか、カメラ、え、お前気づかないと。え、僕の時、いや、でも、かっこいいっす。なあ、何や、素のリアクションして。いや、だってかっこいいじゃん。あ、何言ってんの。もう、なんか、あるやん。もうちょっと、これ、なんで、気にしたか分かんない。あれ、あったやん。あったやん、なあ。気がつかない。あれあれ、お前や、なんか、お前や。あれ文句のやつや。あこれで近いし。なんで呼ばれたと思う今ここ。確かになんでみんなと呼ばれたの。これはこれでしょ別に。何たまたまいたって感じだけど。じゃあ帰ろうや、バッグ持って。え何が。何。いやいや、普通に帰ろうって言ってるよ。わかりやすく。あれあれお前マジでえあれマジで。あれいや、マッションに怒られるぞこれ。何が。え待ってよ。友達だ。あ、一応あのそれキーケース調べました。1万800円です。いや、そうよ。でもじゃあもう値段じゃないよ。値段じゃないよ。覚えとかあるよ。全然わかんなかった。なんで呼ばれたんだって。うん、いや、このリアクション見た方がいい。何やねん。でもね、難しい。どういう風にカバン持たせるかとか。そう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 。俺なんかさ、裏に来た瞬間金やったから。お前ら中身じゃん。あれ、ご意見もマジでびっくりした。いや、ゆい、俺心の中で正直ざまあと思ってで、さっきのね、ジャズの衝撃な一言で、うん、美味しいな、美味しいな、よかったな。でも、まあ、ぶっちゃけですけど、うん、まあ、カメラ戻してる時、うん、見てました、カメラ。あれあ、じゃあ撮れたんや。いや、お前、ドーマが見ました。やらせっていうか、あれって見てない。それ本当に起こるのか。でも何をされてるかは知らなかったから。あー、なんかあるなと。まあ、巻き戻したら分かるけど、こそ出したやん。うん、なんかやたらと下ばっかり。あれあ、これ今出てる。今出てるよ。俺も今ね、出てるよね。あー、本当に俺本当に分かんのかって。しかも俺見たよ、ちょうど。うん、あれあれお前マジ。いやいや、それはうわっ、やったな。やりました。俺が悪いよ。にしてはやりました。見ましたよね。見ましたよね。見た。あー、見た時の顔これ。これや。普通に今裏で話しおけんっつって裏トイレ行く時に裏を見てた。そしたらちょうど斜めで見えたよ。あ、バッチリ。お前振り返りでもここまで笑ってた。全然怒らんのお前ら。もうちょいやったな。ちなみにね、黒崎はね、エアポッド染めようかなと思って。おい、それは怒る。みなとはもう全部染めようかなと思って。いや、もうそれは俺なんか二人とも殺そうと思ったから俺捨てたから。え、あ、そうなんだ。そういえば言ってなかったよね、動画であげればよかったよ。これ、買い直したからね、違うやつ。あー、そうね。あ、これフリーやで。もともとこれの黒やったのよ。あ、なに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 。え、なになにがやる。やめて、ほんとになになになにやめて。なになに、わかるから、俺やってた。もう俺、裏、交互期待や。もうほぼずっと裏にいるから。最近、パソコン使ってるもんな。確かに。あなたにもパソコン用に、だからリュックじゃなくてパソコン用に。はいはい、買ったんすね。パソコンはやめて。パソコンに買ったんすね。パソコンはやめて、キーは。ずっと手ベタベタする。めっちゃ古やん。すげえ古い。ほうほう、やられてんじゃん、俺は。今日に関してはいい。またやるんだよ。やろうや、また。いや、言っちゃダメだしな。いや、なんかあったら言ってよ。いやいや、これは言わない。とわとか。ああ、そう、いいな、いいな。これ洗礼でしょ。そうよ。だって、いや、これをされるイコールポスチルセス。あー、嬉しいな。まあ、おしゃれやん。ちょっとかっこよくなったけど、確かに。つくて、ちょっと社会で。おしゃれやん。あー、いいよ、いいよ。バリドスだ。ジャスト。でも、除光液も一応買っておきましたので。ありがとうございます。それ、取れますよね。取れる、取れる。まあ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 。ありがとうございます。10cc だけある。いや、少な。お前らこれだけと思ってんの、金。ちょ、待てよ。うるさいやろ。おーい。で、これなかったら。おお。え？え？ちなみに、今日使ったスプレーは、どこにあるっけ。その、下から2段目にあるよ。おーい、お前もすげー。これ、これ、これ、これで染めました。どう？いいやつや。これで、これだけと、もう返してよ。やめてよ。やめてよじゃねえ。やめてよ。領収書いっぱいある。ほんとそれだけに。
うん、今んとこ目視できんけどね。商売大丈夫やな。商売だよね。この中は え大丈夫な。誰か穴か塗られたか。お前バカよ。絶対にバカじゃない。ごめん。おい。お前これが一番気に。お前バカか。こいつずっとバカだ。ちょっとおしゃれ。おしゃれじゃんお前は。これ一軍なの。一軍。めっちゃ一軍。いや落ち着けて。いや怒られてる。いや大丈夫。俺ねあのシャネルで働いてた。違う。シャネル。もうよなんなもう終わったやんこれ。見て。いや一軍わかるよ。これ見て。一回後ろ見て。あもうシャネルや。シャネルや。シャネルや。どうよかったやろ。お前マジで。だけにさ今日さ洋服のこと聞いたやん。朝。てめえ。これ分厚くない？お前死ねよマジで。でだよね。やってるわ。どこのブランドまで聞いてん。ああ。台湾やん。ああ絶対にな。あシュプリームあげる。ほら。おお。いや、港美味しいな。やっぱやらせじゃないか。じゃあ帰ろう。はい、お疲れした。帰るもん。お疲れした。お疲れした。はい、反省ですね。最後10秒で。ある。はい、もうその誓って今後。今後ね、ホッシルドが出てる時は、やらせの時はちゃんと言います。カメラに正直言って、ある時、あるなと思いました。それ言わんと、あの変に空気読まんでいいよ。うん、全部言っていい。あの嘘をついちゃって金に染められたのが多分本当に真っ黒になったっすね。あのユーザーさんたちがね本当に。だから本当に。じゃあ金髪で今度。うん、だからそれでも受け止めますよ。何でもしてください。すいませんでした。やらせはドンファンかわいそうみたいなコメント、はい出た。うーわないか。そういうキャラないやろ最近。そんなことないやろ最近。そういうキャラな。いや違うやろ近いな。